11月25日、卓球の第6回パリ五輪日本代表選考会がアスエアリーナ大阪にて開催された。女子シングルスでは波乱が起きており、準々決勝では選考ランキング2位の平野美宇、木下グループと3位の伊藤美馬、スターツが敗れ、順位決定戦に回っている。張本美和、木下アカデミーと激突した伊藤は、 11対9で第1ゲームを選手するも、第2ゲームを6対11で落とす。第3ゲームを11対7で奪い再びリードするが、第4、5ゲームを8対11、6の11で落とし、後がなくなると、最後は6の11で相手の勢いにねじ伏せられた。平野は、長崎美優、木下グループ、2ゲームカウント0対4のストレート負けを喫した。 東京五輪では女子団体で銀メダルに貢献した2人。来年行われるパリ五輪でも有力候補と見られた23歳コンビの敗戦に中国メディアも衝撃を覚えたようだ。ポータルサイト「s o は、五輪女王の伊藤美誠、ワールドカップ女王の平野美宇は共に敗れ、前者は15歳の張本美輪に2対4で敗れ、後者は長崎美宇に0対4で敗れ、衝撃的な敗北を喫した。 と報じている。伊藤の試合に関しては、第2ゲームを6対11で敗れるも第3ゲームを11対7で取り返した状況からして、その後8の11、6の11、6の11で崩れるとは思わなかった。時代は変わったようで、新勢力の台頭に驚きだ、と評した。そして平野があっさり敗れた長崎との一戦を以下のように伝えている。 泥臭いプレイにやられ第1ゲームを落とすと、第2ゲームも平野が8の11。第3ゲームはデュースに持ち込むも、11対13で後がなくなると、彼女はプレイが雑になり第4ゲームは9の11と反撃に失敗した、その後、5から8位決定戦で伊藤と平野が対戦。平野がストレートで伊藤を下し、26日に行われる5、6位決定戦に進み、 立て続けに黒星を喫した伊藤は7・8位決定戦に回った。厚生黒丸・ザ・ダイジェスト編集部。